シャルル・オーギュスタンド・クーロンは、フランス・アングレーム出身の物理学者、土木技術者。彼が発明したねじり、天秤を用いて帯電した、物体感に働く力を測定し、クーロンの法則を発見した。殿下の単位、クーロンは、彼の名にちなむ。クーロンは、フランス・アングレームの裕福な家庭に生まれた。父、アンリ・クーロンは、モンペリエの役人であり、母・キャサリン・ボジェットは、 羊毛交易で財を成した名家の出であった。少年時代、一家はパリに移住し、パリの名門高コレージュでキャトルネーションズにて学んだ。そこで、ピエール・チャールズ・マニアの数学の授業を受けたことにより、数学及び数学に関連した分野に進むことを決意した。1757年から1759年にかけて、モンペリエにある父方の実家に滞在し、 市アカデミーでの仕事に従事した。市アカデミーでは、数学者のオーガスティン・ナニジーに指示し、数学の教育を受けた。1759年、父親の同意を得て、メジエールの陸軍士官学校入学の受験勉強のためパリに戻った。1761年に、陸軍士官学校を卒業し、イギリス沿岸の地形図作成のための測量に参加した。 1764年、マルティニーク島への転属を命じられ、ブルボン城塞の建設に従事した。7年戦争終結後の当時、マルティニーク島のフランス植民地は、英領とスペイン領に挟まれ、孤立を余儀なくされていた。マルティニーク島では、ブルボン城塞建設の監督に8年間従事し、この間に、石像建築の耐久性や指示構造物の振る舞いに、 関する実験を行った。これらの実験は、ピーターバン・マッシェンブレーケの摩擦理論にヒントを得たものであった。マルティニーイク島のフード病で体を壊し、帰国。その後、大尉として、ラロシェル、大西洋のコジマイル・オブ・ベクス、シェルブールの認知を歴任した。彼は、殿下の間に働く力は、距離の事情に反比例していることを発見した。彼にちなんで、 この法則は空論の法則と呼ばれるようになった。また、1773年には土圧理論を提唱。空論土圧は現在でも土木工学、土質工学系の分野で一般的に用いられている。1774年には科学アカデミーの通信会員となり、1777年、磁気コンパスの研究により、科学アカデミーの検証を第一位に、 1781年、摩擦の研究により再び検証第一位を獲得した。同年、科学アカデミー会員に選出された。1781年、最終認知としてパリに配属。1789年、フランス革命の勃発に伴い辞職し、ブロワにて陰遁生活に入った。その後、革命政府による新しい土力校の制定のため、 パリに呼び戻された。1801年、フランス学士院会長。1802年、社会教育長官。その頃すでに彼の健康状態は悪化しており、4年後の1806年、パリにて死去。クーロンは、力学と電磁気学の分野において特筆すべき貢献をした。1779年、摩擦力の法則に関する論文。 部品間の摩擦とロープの張力を考慮した単純な機械に関する理論を出版した。これは空論の摩擦法則、あるいはアモントン空論の摩擦法則として知られている。1784年、金属線のねじれと断性に関する理論的研究及び実験を発表した。この論文では、いくつかの異なる形式のねじれ測りについて述べている。ロンは、 物体の表面における電化分布を帯びた二つの小球の間に働く引力及び積力を彼が発明したねじれ測りを用いて実験的に測定し空論の法則を確立した。また時期についても同様の法則が成り立つことを明らかにした。1785年電磁気に関する3法の論文を発表した。その後も4法の論文を発表した。 イギリスのヘンリー・キャベンディッシュもクーロンの法則を独立に発見していたが、生前にその発見を公開していなかったため、発見者の栄誉はクーロンに与えられた。クーロンは電化間や磁極間に生じる引力及び反発力についての法則を論じたが、電気と磁気との間にある関係を見出さなかった。彼は電気と磁気は、 それぞれ異なる種類の流体によって引力や反発力が生じるものと考えていた。ありがとうございます。